皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は不定詞の名詞用法の練習問題をやってみたいと思っています。まず復習しておきましょう。何々したいという時ですね。これは want to、 そして動詞の原形、こういう形になりましたね。そして何々するのが好きという時には like to、 動詞の原形、こうなりました。では練習の問題見ていきましょう。練習1、日本文に合うように英文を完成しましょう。括弧1、私は新しい車を買いたい。買いたいというのは何々したいという意味なので want to を使います。そうすると I want to、 買うは buy なので buy、ね、a new car、 I want to buy a new car、 I want to buy a new car、 これで私は新しい車を買いたいという英文が完成しましたね。括弧2番、ナンシーは音楽を聴くのが好きです。何々するのが好きということなので like to を使います。ナンシーは、三人称単数なので like に s がついた、ナンシー likes to listen to music、 ナンシー likes to listen to music、 ね、このような英文になりますね。では練習の2番です。次の英文を、括弧1は疑問文、括弧2、括弧3は下線部を聞く文、括弧4は否定文にしましょう。こういう問題です。括弧1番、 Merely likes to watch TV、 Merely likes to watch TV、 これを疑問文にしますね。疑問文を作るときには主語の前に Do、 Does、 Did のどれかを置いて疑問文にしました。ここでは現在形の文章で主語が Merely と三人称単数なので Does を Merely の前に書きます。 Does Merely likeTo watch TV? Does Mary like to watch TV? Mary はテレビを見るのが好きですか？という疑問文ができたわけです。括弧2番、 Bill wants to play tennis. Bill wants to play tennis. Bill はテニスをしたいと思っています。これをプレイテニス、ね、する部分ですね。ここを聞く文章にします。ですから日本語で言ったら、ビルは何をしたいと思っていますかという意味の文章になるわけですね。何と聞くので疑問詞 what を使って what、 疑問文ですから does ビルですね。does ビルWant to、 この後ろに do をつけるのを忘れないでくださいね。 want to do、ね、What does Bill want to do?、ね、What does Bill want to do? これでビルは何をしたいと思っていますかと、ね、こういう疑問文が出来上がりました。括弧3番です。 You like to eat ramen、You like to eat ramen. あなたはラーメンを食べることが好きです。下線はラーメンのところにあるので、あなたは何を食べるのが好きですか？こういう文章にすればいいんですね。やはりこれ何と聞くので、What を一番最初に書いて、What do youLike to eat.
What do you like to eat? What do you like to eat? これであなたは何を食べるのが好きですかという下線部を尋ねる疑問文ができました。括弧4番です。I want to sing the song. I want to sing the song.私はその歌を歌いたいと思っています。この4番は否定文にしますよね。否定文は don't, doesn't, didn't を使いました。ここでは主語が I で現在形の文章ですから I の主に don't をつけて I don't want to singThe song. I don't want to sing the song. I don't want to sing the song. 私はその歌を歌いたいと思っていません。歌いたくありません。こういう否定の文章が完成しました。よろしいでしょうか。今回は不定詞の名詞法練習問題解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。